さくら、表情が暗いぞ。そんな顔じゃせっかくの可愛い衣装が台無しだ。すみません、今日の CM 撮影ちゃんとできるのか不安で。でも台本は丸暗記してきましたから、あとは言われた通りにやればなんとかなりますよね。確かに台本通りにすれば無難にやり過ごせるだろう。だがさくらは本当にそれでいいのか。そもそもさくらはどうして今回の CM に自分が抜擢されたと思う。それは今のサニピは人気急上昇中で勢いがあるから。それもあるだろうが、俺はさくらの魅力が新メニューの宣伝に向いていたからだと思っている。私が食べ物の宣伝に向いてるなんて、食レポも満足にできないのに。確かに上手とは言えないが、俺はさくらの食レポで一つだけすごくいいところがあるのを見つけているんだ。それはとても美味しそうに食べることだ。その笑顔がどんな解説よりも雄弁に美味しさを伝えてくれるんだ。私の食べる姿が、私の笑顔が美味しさを伝える。そうですよね。暗い顔をしてたら美味しさは伝わらないですよね。わかりました。私らしく元気で明るい笑顔で美味しい気持ちを伝えてみます。 CM を見た人も笑顔になって一緒に食べたいって思ってもらえるように。正確にやろうなんて考えなくていい。さくららしく思いっきりぶつかってこい。はい、私らしく笑顔で思いっきりやってみます。美味しい中華まんが食べたいな。そんな時はじゃーん、定番の中華まんがさらに美味しくなって新登場。寒い冬はこれで決まりだね。いいぞ、さくらの太陽のような明るさが伝わってくる眩しい笑顔だ。熱々の中華まん、みんなで食べに来てね。いただきます。あ、さくらのやつ中華まんを食べ始めたぞ。食べるなんて台本にはなかったはずだが。うわー、おいしい。おいしすぎてほっぺたゆるゆるです。でもやっぱりおいしいものはみんなと一緒に食べたいな。みんなと一緒ならもっともっと美味しくなるから、私と一緒に中華まん食べようね。さくらのセリフ後半はほとんどアドリブだな。台本とはかなり違うが、この方がずっとさくららしい。どうやら頭で考えて話すより全身で気持ちを表現する方がさくらには向いているようだ。例の CM、かなり評判がいいらしいぞ。見てると無性に中華まんを食べたくなると話題だそうだ。話題になるのは嬉しいんですけど、複雑な気分です。あの時は台本にないことを勝手にしちゃったから。スタッフの皆さんは美味しそうに食べる笑顔が良かったってアドリブを褒めてくれましたけど、でもそれは本当に美味しかったから自然とああいう表情になっただけで。それを自然にできるのがさくらのいいところだよ。というわけで CM 第2弾の出演オファーが来ているぞ。テレビ局からも食レポをまたやってほしいそうだ。え？でもこの前の食レポはうまくできなかったのに。ところが美味しいものを食べて語彙力がなくなるさくらの姿が視聴者に受けたらしい。他にも食品会社からオファーがいくつか来ているから、当分美味しいものには困らない生活を送れそうだな。そうなんですか。あの、評価してもらえるのは嬉しいんですけど、この間レイちゃんから聞いたんです。レイちゃんが食べ過ぎで衣装を着られなくなって地獄を見た話を。その後渚ちゃんからダイエットは大変だよって真顔で言われて、春子ちゃんも若いうちはいいけど痩せるのはどんどん大変になってくるわよって言ってました。レイに渚に春子さんか。そういえば3人ともそんな経験をしたような。だから
そのお仕事が増えるのは嬉しいですけど、太っちゃうからたくさんは無理です。そうか、ぜひさくらでと言われたし、俺も嬉しくてつい前向きにって。どうしよう、断れるかな。